アリガチズム。産後のダイエットにありがちなこと。結構お腹重くなってきたな。成長してる成長してる。あ、そういえば産後は太りやすいって言うよね。お腹が軽くなっていろいろ食べたくなるんだろうな。今のうちから意識をしっかり持って太っちゃわないように気をつけていかないとね。よし、頑張るぞ。出産する前は産後の現実を甘く考えがち。よし、荷物も OK っと。さてと、そろそろ会社に。ちょっと、どうした?鏡に映る私の顔がすごい老けてるの。それに二の腕とお腹に見たことないほどの贅肉が。こんなの私じゃない、私じゃない。これはなんて言えばいいんだ。こうなったらダイエットして綺麗になってやる。絶対になってやる。産後の自分と顔の体型を見てダイエットの決意をしがち。頑張れ。今日は産院で仲良くなったママとランチか。待ち合わせはここだっけな。お待たせ。ちょっと遅れちゃってごめんね。いや、全然問題ないよ。問題があるとしたら、なんで同じ時期に産んでんのにそんなに細いの。何したん。体質。同時期に産んだはずなのに細くておしゃれなママを見て衝撃を受けがち。はーい、お届け物です。はい、ありがとうございます。なんだこれ、中身何入ってんだ。なんだ、着圧スパッツにダンベル、ダイエット食品。いや、完全に嫁が買ってんなこれ。おい、そしてダンベルが重かったんだな。通販でダイエットに関する商品をこぞって買いがち。これを塗るだけで綺麗なくびれに。おお、なるほど、塗るだけでくびれですか。これはすごい買いですな。くびれくびれ。YouTube の広告やネット広告から購入してたのかよ。まんまとすぎるだろ。絶対効果ね。 YouTube の広告などの誘い文句にまんまと乗って購入しがち。洋服どうしようかな。今日はこのジーパンにしようっと。よいしょっと。よいしょ。あれ、おかしいね。あかん、腹が邪魔で全然ボタンが止めらんない。妊娠前は余裕で履けてたジーパンなのに、こうも変わってしまうの。絶対に痩せてやる。出産前に履けていたボトムが産後は絶望的に履けなくなりがち。よし、今日からお菓子は鍛える。赤ちゃん泣いた。もう授乳の時間だ、あげないと。よし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 。10分後。授乳したらお腹すいた。セイコン吸われた感じだわ。ふわふわする。チラリンチョ。糖分摂取は大事、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 糖分摂取は大事。授乳を理由に控えようとしたお菓子を食べてしまいがち。このまま精神崩壊しないか心配だわ。はい、ご飯。おお、ありがとう。いただきます。なんかすげえ視線感じんな。いや、ダイエットなんてもうしなくていいからさ。な、一緒に食べような。くー、おいしい。それはよかったな。ダイエットを気にせず食べる夫をすごく羨ましく思いがち。旦那に無理にダイエットしないでって言われたから気にせずいろいろ食べちゃった。しばらく体重計乗ってなかったけど、今どんなだっけかな。一応乗っときますかっと。はやばい、これはまずいわ。取り返しがつかなくなってるじゃないのよ。まずい。体重計が焼けるようだわ。旦那に甘やかされて取り返しがつかなくなりがち。あ、そういえば今日は友達が子供を見にうちに来てくれるんだよね。準備しとかないと。片付け片付け。ようこそ、来てくれてありがとう。こちらこそ、招待してくれてありがとう。はい、これ有名なお菓子屋さんのケーキ。これ食べたいって言ってたでしょ。ありがとう。どうしようどうしようどうしよう。今日からダイエット再開しようと思ったのに。これは無理だ。無理だ。これだけは食べる。これ食べてからダイエットする。
ダイエットを決意した時に限って遊びに来た友人が差し入れでケーキを持ってきがち。ありがた迷惑。よし、俺も一緒に筋トレするよ。ありがとう、心強い。一緒にやる方が長続きしそうだし。そうだな。じゃあまずは腹筋だな。かあ、俺も運動不足で結構なまってるな。おい、大丈夫か？無理するなよ。大丈夫。筋トレするも腹筋力が下がっていて全くできないがち。ねえ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 、なんでみんなそんなに細いの？ねえ、なんで？私は完全母乳だからかな。よくお腹空いちゃうけど。私もお腹空いて食べるけど授乳で消費されるよね。私も完全母乳なんですけど。なのになんでどうしてなぜ私だけこんなに？それは、完全母乳は痩せるというが、痩せない人間もいるのだと思い知らされがち。よーし、子供が卒乳した。もう父を授けなくていい。おめでとう、よく頑張ったな。でも、出産前より胸のカップが2つも下がった。俺は気にしないよ。それにお腹も太って大きくなった。妊娠中みたい。それも気にしないよ。授乳が終わり、胸の張りがなくなるも、お腹は前に出てきがち。よーし、 YouTube をテレビにつなげて、トレーニング動画流して、汗かいて痩せるぞ。はぁ、やし上げて。みんな、こんにちは。ちょっと変えられた。なんで今、いつそんなの覚えたのよ。もう運動したいのに。子供が無意識に邪魔をしてきて、なかなか運動できないがち。くぅ、お腹すいた。こんな時、普段ならクッキーとかチョコ食べちゃうけど、今食べるとやばいから他のものにしないと。何にしようかな。欲しいもうんまー、これだわ。ゴリッゴリに甘いお菓子を避けて、自然派のおやつに移行しがち。あれ、そういえば卒入したってことは、もうお酒解禁できるんじゃないの？あ、確かに忘れてた。だよな。子供も寝たし、一緒に飲んじゃう？そりゃもう飲む飲む飲む。はぁ、久しぶりのビールは美味しい。最高だわ。ちょっと待って、ビールって太らない？ねえ。あんた、なんちゅう誘惑してくれたのよ。ごめんって。卒入で舞い上がって、気づかぬうちに酒を飲んでしまっていがち。この数ヶ月、育児と家事をこなしながらも、コツコツとダイエットを頑張ってきた。その結果はいかに。履けなかったズボンが履けた。ダイエット成功。普段のダイエットの成功よりも、なぜか何倍も嬉しくありがち。よく頑張ったね。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。